お疲れちゃんスラッです。今日ですね、こちらの 2.1 ホグライダーやっていきます。というわけで、まあ、トリマーめっちゃ高回転です。はい、高回転で守るし、まあ、相手のね防衛とか硬くても、ね、全てね高回転なので、まあ、2周目3周目のカードサイクルでね、もう無理やり突破していきましょうよという、まあ、高回転チンパンデッキでございます。やっていきます。でまあ、今日こういうことをするのはもう来シーズンですか、まあ、今季が終わるとレイジがね、まあ、リワークされる、まあ、リワークといってもほぼほぼなんか強化っぽいね、はい、調整が入るので、まあ、そうなるとゴブリンであったりコウモリであったり全部ねレイジで処理できちゃうっていう、もう 新世界新時代のね変化が起きちゃうので、まあ、そういったことも考えるとよっよっ、もう今しかね、この小物たちは、なんかザッと舞えないんじゃないかなというわけで、さあ、今の間に輝かせてあげたいと思います。やばくね？冷静に。レイジは今まで通りブーストもあるんですけども、ダメージもつけようと。なぜか知らないけど、ノックバックもつけようと言った大事件が起こるっぽいんで、エリババー。さあ、これはもう未来のデッキですね。エリババレイジ、鬼強時代が来るよっていうことです。さあ、エリゴレー、エリゴレー、これ守れるか。いや、怪しいんすけど、まあ、守れないんでもう攻めます。はい、攻めて相手にね防衛のコストを使わせてが理想ですね。よしよしよし、コストを使わせることによってこう形をね組まれないんでね、組まれました。しかも柳雨もあるんでね、ザップも柳雨使ってくれると行かれるか。さあ、怒りはするんですけども、こんな感じで両サイド組んでいければ、お、熱い、柳雨使った。まあ、ザップがあるけど、エリババも出したい。うい、さあ1本折られちゃったのはでも正直痛いですね、僕からしたら。さあ適当に竹取って頑張ってゴブリンでね、これね、いつもだったらやっぱスケルトンとかだったんですけど、スケだとねこのここ最近のエリゴレとかゴレとかの、それこそフェニックスとか、こういうの守れないなと思ったんですよ。そう、だからね、ゴブリン持ってきました。はい。こんなんも、アイゴレでタゲ取って、終わりっすね。さあ、ナイス。ちゅうわけで、まあ、ゴブリンはね、いい味出しますね。来シーズンとか、まあ、また環境変わるとわかんないんですけど、現環境だと、まあ、非常に優秀ですね。まあ、ウッドで溶けるにしても、溶けるにしてもね、コストトントンだし、火力やっぱ高いのでね、エリゴレとかを溶かすのには、非常に優秀かな。ホグの防衛にも強いし、まあ、ダックベリーゴーストを囲めるし、リガーもね、もうほぼ角で拾える。うん、って考えるとね、まあ、スケ使うぐらいだったらゴブリンでいいんじゃないかなって感じはしてます。ハシマイゴブリンも強いです。はい。ハシマイゴブリン強いんですけど、一つだけデメリットはキング起動されちゃうっすね。さあ、マジで、これスケキンとかも嫌っすね。なんか小物にちょっと強いんですよね。さあ、天才か？とりあえずまだ相手のデッキはね分からないよと。なんか重量級っぽい顔してんな。いきます、めちゃんこいきます。はい、もうだって5個使ってるんですよ。ボーラーって重いじゃない。あー、めっちゃ点、え、防衛うまっ、アイスピー。そう、その重いボーラーをね使ってるんでね、ここ。そうで、トルネも使った。これは大チャンス。さあ。にゃー。コウモリっすね。アイウィズエレキがいなければ最強になれます。
からの4クス、4クス熱いんじゃない。さあボーラーが回るよと。まあでもキング起動されないのは美味しいですね。しかもいやロケ砲は入ってないか。いやロケ砲入ってたらもっと良かったけどみたいな感じかな。さあスケラちゃんかな。スケラの受けにもゴブリン強いですね。そう考えたらめっちゃ強くないっていう。いて、うん、削っていきましょう。今回はまあちょっと辛いのが相手がやっぱ範囲攻撃、範囲カードっていうんですか、マシマシなんですよね。ベビドラにスケキンにみたいな、なんだボーラーにみたいな範囲が多いので結構俺の小物がねしばかりやすいっすよね。まあ俺はしゃなしか。まあでもアイゴレがね何のためにいるかってこの範囲系に戦うためにやるんで。いやスケルトンの脇がやばい。あれれれれれれ、なんか相手ミスってるっすね。さあでかい、マジベビドラとかはまあほんとさっきみたいな感じでアイゴレでベビドラを左に向かしたら右側にコウモリ配置してみたいな感じのできると結構熱いっすね。さあフリーズ来るとちょっと痛いんですけども気合と、まあ、ゴブリンが優秀という感じかな。いやまあこういうのにね勝てるのはやっぱこの高回転だからこその強みではあるですね。ただのただのって言うとあれですけど、なんかフォグでもちょっと重めとかだとね、まあ、ロケとか入ってるとロケ削りできるけどそうじゃないとねマジダメージ入んないし、ただただじりじりいかれるだけみたいな。あさあ支配処理、あれグラチャレ8勝目ぐらいだぞ。5タップか。あーじゃあ一振りか。いやこのアイゴレ良くないですね。そしたらえスケも入ってる、相当良くないですね。あーロケ砲マジで噛みすぎ、ちょっと過剰にコスト使ってるっすね僕。まあでも少々使いすぎても高回転なんでへっちゃら何でもいい。さあジャイブリーにスケが入ってる感じか。でも全部守れそうだな。なんかロケ砲ここが最近僕すごい気に入ってて、やっぱこのタンク系、まあそれこそエリゴレゴレジャイもうロイジャイもうジャイがつくもの全て、はい、ロケ砲で守れます。ロケ砲アイスピュットでね全部止まるんですよね。あげました。いやマジ全部あるやん太陽カード、ザップだけはやめろよ。いいね。でこういうのもアイゴレがね優秀、ここ最近結構腐ってたカードではあると思うんですけども、個人的には結構いい。さあゴブリン偉いね、これ多分アイスピーですら使わなくても、まあ、使ってもよかったか。そうザップ使ってる、にゃー偉いなスケット。さちょっと高回転なのがなんかエッチっすね。ちょっと行きまーす。いやーサンスペ5ウッドザップ、サンスペって普通に考えたらもう、うん、絶対無理ってなると思うんですけどもね、ロケ砲に5打たれてゴブリンにウッドでってなるんですけども、高回転だとね全部覆ります。えぐいよ、サンスペもあんのにこんな小物に
イライラするだろうな、これ。マジ。なんでこれにやられなきゃいけねえんだって思って。ああ、これはマジで熱い。さあ、ウッド使ったっすね。ウッド使ったんで、ゴブリンは最強だよね。さあ、ホグが、ぬるりぬるりと、ブヒブヒ言わせながらの、さあロイジャイおじさんよろしく。まあ1コスで圧かけときゃいいでしょう。さあタルババっすね。マジでタルババってトルネとセットに、ね、なってることが多いんで、結構覚えとった方がいいですね。タルが出てきたら、あ、トルネがあるかもと思った方がいいですよ。マジ8割ぐらいであると思ってます僕は。じゃないとね、基本ウッドなんでね。ウッドだと、まあ、ウッド取るのもあるんですけど、タルだとね、もうトルネになるんですよ。あー、もうゴリやん。はい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 、いっぱい行くよ、いっぱい行くよ、いっぱい行くよ。それ大丈夫？いっぱいいるよ。さあ一本。いや待って、落ちないのは話が違う。まあ守れるかどうかっすね。これ守れんのかな。まあ守るっすね。気合でロケホーっすね。ロケホーの気合で守ります。文句がいるとちょっと無理なんですけど、ああそういう感じね。痛いけどエリポンやばいなー。これ問題は多分ね、左もちょっと折んなきゃいけないかもしれない。いや大丈夫そうな。あ、大丈夫じゃね。大丈夫そうだな。これ大丈夫じゃないとき一番やばいから、すべてが。あーやばい、エリポンいてる。あいつ余裕しかねえな。いやでも竹がいい。いや強すぎー。まあでも守ればいいんでね。守れる？これ。ではね、ゴーレム溶かさないで痛いっすね。結構
これだぞ。これだ、次。あーロケはナイス、危ねえよ、怖かったよマジで。一発殴ってこい。うわー、その間抜ける、バチラホグです。これは最強すぎる。いや、あんぐらい優秀なホグだとね、もう毎回勝てそう。ナイス。さあよろしく、いってらっしゃい、イチコスたち。あちゃくい、珍しいっすね、逆サイロケ法で。あれ、おいしい、おいしい。でもマジで息毒。あーマジで出た、逮捕ずるいに。おお、いや、でかいでかいでかい。さ、大砲を突破する方法はもうないので、こんな感じでホグの後ろのコウモリだったり、まあ2周目がたまたま通ればいいんですけども、相手もあっちゃくいなんでね、相当サイクルがお早いこと。まあでもここで行くと相手はきついんじゃない。よいしょ、アイスピまで添えると一発。でここスケがあるんで、アイスピでスケルトン使わせてファイスピを刺すっていう。さあ天才、これはどうすんだいあなた。うーい、あれあるんかい。ミスってるだけ。今んとこ完璧なんですけども、後半のガンイモがやっぱきついよね。もうきつい正直。うい、さあ右を行きたいが、いやこれ、あ、そう、左を行きたいんですけど、でもこんな感じで左ばっか警戒してくると思うんで、右もちょっと狙っていこうかな。よし、さあ両サイドね、ちょっとプレッシャー与えてペース掴んでいきたい。あー、これ熱いんじゃない？ウッド打てれば。守ればいけそうだな。なんかこっちがやっぱ攻めたいんですけど、攻めてもね、そんなダメージ取んないかな。一応飛ばすぐらい。いいことあった。痛い。いやー、うまい、それ。やばい、痛いよー、マジで。こういうのマジでなえる。うっ、さあ、アイゴラは強い。左にします。右がもうね、怪しいんでね。あ、これ美味しい、コウモリで。しかもコウモリがからの、ちょっと一旦こう攻めます。これ大砲絶対回んないです。ここ回ったらマジでぶっ壊れあちゃくい。いやー、もうぶっ壊れあちゃくいやないか。早すぎるって回んの。なんで俺と同じやねん。いや、これさすがに、やばい、痛い。俺どっち行くべきなんだろうね。右と左、非常に悩んではいる。いや、でもでかい、一発。もうこう、いや、マジクエイク、クエイクずるくない？ちょっと待って、俺も欲しい。なんか甘えたクエック削りは押し置きできそうだけど、
全然お仕置きされそう。あれ名前とクエイク削りはあれ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 、コウモリが分身しちゃってさ、ラッキーっすね。これもう守られるときつい。さあ神々の遊び場、お、ポイズンやめて。これもうだってアイゴレオグもういっちゃういっちゃういっちゃうよね。もう全部剥げそうこれ。え、何もいねえよ、大丈夫か。でギャングか、こんにちは。コウモリでしたけど当たってるようなもんでしょ。おい、ワンパンチ。うん、え、俺すごい。え、待って、今ね多分ゲームというかこの音には出てないと思うんですけど、僕も頭かいてたんですよ。かいいなーっつって、そしたら相手も頭かいてた。マジでびっくりした、全く同じ。これはなんかあんのか、たまたま、どうでもいいってマジあのキョスケのな頭隠すタンプもちょっとイライラするっすよね。短気すぎ、イライラするというか、なんかもう煽りスタンプというか、あーあーああ、肺活量お化けだ、俺に分けてくれよそれ。まあもう守るだけみたいなとこあんのよ。スケルトン部隊消えました、当てたいだけ。はい、もう全部守れちゃう。さすがに守るだけだとちょっとあれなんで、全然当たらん俺の読み。キングを折る戦いでもしようか。何それ、いや天才すぎる。ちょっと待ってよ、左を狙っていただと。それそれ読めないな。そう、なんか意外とこうキングにねプレッシャー与えるのが相手からしたら嫌そう。さあグッディー、ヨロピクミン。あーもうピンクの巨体が、わーめっちゃいい取るね。だけどコウモリか、コウモリ爆刺さり。さあこれはあのロケホで逆に、ロケホじゃアイゴレで逆に釣ればいいんで、釣る必要もねえぐらいなんか寄ってんな。さあこんな感じで一旦内側に寄せてから、あれ、よいしょ、エリババー、最近のエリゴレにはねエリババが入ってます。よいしょ、蔓延する必要があるのかと言われると怪しいが、さあ今みたいな感じでアイゴレはマジ逆サイドすごい優秀なんでね、工場とかもですね、工場ババで、ただ真ん中置くだけだと隅っこのあいついるじゃないですか、来ないのよフェニックスとかが、隅っこのねやつが。そうけど一旦内側に
1コストかなんか軽いユニットで寄せることによってアイゴルで確実に持ってきます。でこういうのはねできるだけホグとか攻めた方がいいですね。でトルネードを使わせたいみたいな、そうするとねこれ楽に守れます。はい、まあこんな感じでホグもさらに攻めて、あとはこのねライドロは美味しくねキング起動にも使えるよと。もうただのロケホゲで、まあ延命できそうだったらしてあげてね、エリババ来るよなと思いながら、まあトルネを使ったんでいいでしょう。あの意外と右サイドちょっと受けちゃってるっすね。あとはもう同サイドにロケ砲を貯めるゲームです。トルネだけなのかな、ゴブリンも絡めちゃってもいいか。ライドルだけ良くないんで、なんかライドルだけなんか、はい、一緒こっち向かないで、マジゴブリンがこのライドラの感電を吸ってくれる。うわ強っ、ロケホー、うー、かわいいね。なんか3体並ぶと7コスでロケット星3体ぐらいのぶっ壊れカード登場してないかな。